母さんと一緒に山に登ろう。パート5、山の楽しみ方。山の楽しみ方は、人それぞれあると思いますが、私の楽しみ方をいくつか紹介したいと思います。山には匂いのする木がいくつかあります。その中でも私はクロモジという木が大好きです。またとにかくブナが大好きです。見てください、もうこの美しさ、そして見上げた時のこの新緑、そしてこのブナという木は雨の日も樹冠流といって、幹の上というか幹伝いに水が流れるんですけど、その姿も圧巻で雨の日の登山も楽しくしてくれる、そんな素晴らしい木です。面白い形の木に出会うこともあります。すごいですね。こういう時はなんかこうやってここに座ってみたりして休憩するのも楽しみの一つです。この時期は食べれる木の芽を見つけるのも、楽しいです。これは、コシアブラという木で山菜の女王と呼ばれています。天ぷらにすると最高にうまいんですけど、私はもう生食も、すごい美味しいなと思ってて、いただきます。道中こういう綺麗な花を見つけるのも楽しみの一つだと思います。まだ結構雪が残ってます。はい、だいぶ高いところまで登ってきました。イエーイ。登山の楽しみといえば、なんといってもこの絶景です。最高。登り切った時のこの達成感がなんともたまりません。とうとう登山道上にも雪が出てきました。ということで今日はここで引き返したいと思います。